はい、皆さんこんにちは、クロノです。それでは今日もバンジョーとカズイの大冒険続きをやっていきたいと思います。はい、完全に前回の動画の続きになります。いつもだったら、回収とか、音符の回収とか、お城の中のジグソーパズルとかを、動画外で撮ってきたりとかっていう、工程といいますかね、そういうのが挟まるんですけど、よいしょ、もう全く、そのままです。一応セーブして、ロードして帰ってきただけです。はい。で、ここすごい楽になってますよね。そんな楽になってるか。春ステージが鬼畜すぎたんだな。夏のステージ、春に比べたら楽ですね。このまま楽になってもらえると嬉しいな。よいしょ。さあ、どうだ。なんかあんま変わりはなさそうかな。よいしょ。一気アップも別に、なんか、いつの頃からか、一気アップが9から変わらなくなっちゃってるし。ね、死んでもまだ9のままになったりするから、別にいいかな。そんな、そこまで死なないだろう。そこまで死なないだろう、と思ってる。よいしょ。じゃあもう、あれかな？降りちゃっていいかな？こんな降り方したかったわけじゃないけど、降りれたぞ。すぐ降りれましたね。よいしょ。よいしょ、どうせここで蜂蜜があるからね。見えへん。見えへんぞ。ここらへん？ここらへんだよね。あれ？なくなった。なくなるか。あ、1個あった。もう1個は？もう1個諦めるか。見えなくなっちゃった。じゃあ、もう空きステージが多分前回ね、開けたので、空きステージに行ってもいいのかなーってところですね。はい。そうだなー。空きステージどこだ？あそこですね。空きステージ。なんだろうこれ。何回か、ブクゲコヌマとかにいましたよね、このモンスター。倒してここに蜂蜜置いといて、後で体力が減った時に使わせてもらうか。と思ったけど、今、体力がいかないか。本もらっとこっか。よいしょ。もらっときましょう。さあ、空きステージは、夏に比べてどんだけ変わったかな？クマさん、もっと青虫を、今度は10匹お願い。わがままですね。でも、あんな大きさなのに、青虫が 10匹でいいんだな。ね、よいしょ。はー、蜂蜜。また、このハエトリソウの上に。あ。ていうか、なんか、あれですね、入力間違いなのか、いつも卵で打った時に間違えて金色も使っちゃってますよね。全然無敵になってないのに。1個手に入れた。ドクロは最悪。一旦いいかな。これどんどん簡単になってるね。なんだこれ。ちょっと待って。なんだこれ。これを取れというのか？いやいやそんなため、そんな、そんなところに。よいしょ。いや、わざわざ取らないでしょ。よいしょ。危ない危ない。よし。よーし。落ちた。ふん。落ちちゃいますね。なかなか難しいですね、このステージ。簽単にはなってますけど、あ、青虫いる。青虫取っとこうかな。10匹って、痛い。よいしょ。痛いけど、こいつで回収。どうしようかな。青虫か。これ、一回そのまま登って大丈夫かな。
まあ大丈夫か。一回登ってみましょうか。おっと、よいしょ。あ、蜂蜜別に取らなくてよかったのに。まあいいか。青虫いましたね。青虫を通って金色取っときたい。よいしょ。反射で蜂蜜取っちゃうな。蜂蜜ね、体力減った時とかにのために置いときたいんですけどね。置いとこ。よし。あ、やばいやばい。よいしょ。この先には登ってこれまい。よいしょ。落ちる落ちる。この上に、あ、神社か。これで、4匹目の神社手に入れました。あ、オウムシもいましたね。6匹目。よいしょ。これまた、あれかな、ラクダの上に、ちょっとかわいそうだけどごめんね。かわいそうっていうか、どんだけ水飲んでたんや。おー、これはジグソーじゃないか。あっしゃ、ジグソーをゲットですね。そうかい、わかった。ゴビは溶岩の世界に、でも、行くことにするよ。もう決して、あなたには見つからないところやな。ごめんね、ごめんね、ラクダさん。よいしょ。でもおかげでね、ジグソーパズルを手に入れることができたんだ。よいしょ。あれ？あ、これもしかして、あれ？違うかな？あー、どうやって登るんだ？あ、わかった。蜂になるのか？多分夏場はマンボさんがね、暑いから呪文唱えたくないみたいな感じで、わがまま言ってね、食放棄してたので。これ普通に登れないよね。ちょっともう一回だけやってみようかな。よいしょ。よいしょ。なかなか本当に難しいな。よいしょ。よし。では、ここから左へ飛ぶ。飛んで。あ、これ、葉っぱの先っぽ、もしかして、乗れない感じか。よいしょ。あ、ここは乗れるのにな。なんでだろう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんか、落ちますね。まあ、でも、蜂になれば取れるだろうし、一旦いいですかね。一旦、放っておきましょう。あの草の上に音符があるのは、ちょっといやらしいですね。よいしょ。あとで、回収するときに大変ですね。ここの鳥はいるね。よいしょ。あ、そうだそうだ、思い出した。ビーバーさんのね、お家を開けてあげたので、よいしょ、ビーバーさんの中入れると思うんです。よいしょ。ジグソーパズルとかくれないかな。お家に入れさせてあげたんだからね。わお、やっと来てくれたね。これをクマさんにあげようとずっと待っていたんだよ。聞かずに音符を取るっていう。あ、うおー、やるじゃないか、ビーバーさん。ありがとう。これで6個目。イエーイ、やりましたね。結構大きいベッドで寝てるんですね。あ、いいっすね、なんか。木の中の家みたいな。よいしょ。なんか自然に囲まれた家って感じでね。ただ入り口が水だからね、毎回泳いでこないといけないのか。よいしょ。ビバさん、ありがとう。よし、じゃあ行きましょうか。あと4つ。1つは神社。だからあと3つですね。フィールド内に3つあるはずですね。どうなんだろうな。春エリアの時に、ジグソーパズルは2個手に入れたんですよね。で、夏エリアになってから、3つ手に入れました。で、秋エリアでじゃあ、2つか3つ手に入って、冬エリアへって感じなんですかね。まあ、数的に考えればですけど。まあ、でも、マンボさんに蜂にしてもらえば、花の上のやつ手に入るので、よいしょ。また1個手に入る感じですね。
音符はまあどっちでもいいけど、なんか取っちゃう、落ちちゃった落ちちゃったよ、いしょよいしょ。どうしようかな、上まで一回上がってから、一回上がるだけ上がって、まあ取り逃しというか、青虫とかもね取りながら行って、まあドラゴンか鳥かわかんないですけどね、卵から帰ったひな鳥というかね、にまあ青虫を届けてあげて、でまあ何もなければそのまま下に降りて、マンボさんのお力で蜂にしてもらって、またちょっとフィールド全体を見回してみこうかな。よいしょー、おー地味に取れない、よし取れた、取れましたね。じゃああれ上に上がる道がない？あ、これねやばいよこれは。私ねこれ何回この場所に落ちてるんだってぐらい落ちてますね。素晴らしいですよ、多分春夏秋全部落ちるいやーね、全然慎重じゃないっていうのがバレてしまうとこですね。よいしょ、いけないいけない多分春夏秋全部落ちてますね。これここいやーびっくりだな、自分でもびっくりします。よし、じゃあここから登れるかな、ここは一緒ですね登れるのは。あ、ちょっと待って、確かこっちのドクロをなんかなんだかんだ話の流れで避けてきましたよね落ちる落ちる、よいしょ、落ちないで、よいしょ。結構ね、私はね何回も同じところをミスってもあんまりイライラしないですよいしょ、まあね自分のミスですからね、よいしょよいしょ、あー右に飛ぶ、右まあまあ蜂になったらいけるからいいかな。難しいな、難しいですね。グランチルダさんも結構本気を出してきましたね。バンジョーはねそんな身体能力高くないんですよ。あーオウムシ、いや思いましたけど、カズーイばっか攻撃とかしてるんじゃないかっていうまあバンジョーもね殴ったりね、タックルしたりはできるんですけど、よいしょ、結構カズーイのアクションが多いなって感じしますね。あ、まだ後でアクションあんのかな、よいしょ。バンジョーもねでも妹ちゃんのために、よいしょ、ここまで来てるから頑張ってほしいな。よし、金の羽のためにここに来なくてもよかったかなでもいざって時に使うんですよね金の羽。蜂に囲まれた時にもっと多く羽持ってたらよかったなと思ってました。そしたらねもっと楽に倒せたかなっていう。よいしょよいしょ、これなこの子なんこの子っていうかこのおじちゃんは何なんでしょうね。よいしょ、あ青虫発見、これもう入っても意味ないかな、一応入ってみますか。あ蜂の音が聞こえる、青虫があるのか、青虫のために手に行かないといけないですね。ブンブン、クマさんもう何もないであります、ザバスの仲間たちもみんな出て行ったであります、 かわいそうだ、もうおしまいであります、かわいそうだな、ちょっとバンジョーかわいそうなことしちゃったぞ。まあまあでもしょうがないです、妹を助けるためなんで。でもジグソーパズルそんなにいるかなっていうところもありますけどね。で結構最後の方じゃないですか、あと何ステージあるんだろう、あとどうなんでしょうね、多分あと1個か2個だと、まあ
これで最後かな。難易度的には確かに最後っぽい難易度ではあるかな。よいしょ。さっきのとこ諦めてよかったですね。途中でね、葉っぱを伝っていって、ここでジャンプしてましたよね、多分。ジャンプして、ジャンプして、ここジャンプして、ここまで多分たどり着くためのだけのものだったと思うんで。ドクロがいやらしい位置にある。よいしょ。いや、大変ですね、このドクロの回収が大変。よいしょ。金の羽もな、取っときたいけどな、こんなところで落ちたくないんだよな。よいしょ。怖かった。これあれですね、秋になるにつれて、この、なんて言うんだろう、これ。ログハウス？何ハウスっていうのか、ちょっと、語彙力が足りなくて、あれなんですけども。ね、木の家が、立っていってますね。いいですね。ただちょっとこんな高いとこでは、私は住みたくないかな。落ちる、危ない。危なかった。あ、11個も取っちゃったけど、いらなかったかな、11個も。10個でしたよね。これ後ろにある気がするけど、どうだ？後ろに何もない。逆に珍しいですね。よいしょ。ここに落ちて。もうどんどん優しくなってますね。いや、いいですね。あ。一体敵がいるな。ちょっと気づいて、こっちを。こっちに気づいて。むしろこっちに気づいて。よし、危ない。あ、でも、もともとね、もうここめちゃくちゃ鬼畜でしたもんね。春がめちゃくちゃ鬼畜。どうした？大丈夫か？どうしたの？なあなあ、クマさん。おいら、冬が来る前に、あと6つのどんぐりが欲しいんだ。どこかで見かけなかった？かわいそうに。どんぐりか。ちょっとどんぐりも探してあげようか。あれ？この道あったか？これ上に、登れるんかな。よし、行きましょうか。よいしょよいしょ。あ、え、もしかしてごめんね、リスさん、割っちゃったけど。まさか割れるとは思わなかった。え、どうしたどうした。この、え、これってリスさんの家じゃない。あ、よかった、リスさんの家じゃなかった。で、あれはなんだろうね。どんどん新しい要素が。え、これがどんぐり？どんぐりには見えない。見えないし、なんか、地味に取れない。俺、地味に取れない。ちょっと待って。あ、タクシーの操作が。これどんぐり？これどんぐりか？いや、そうは見えないけど。あ、でもどんぐりなんかな？話の流れ的にはどんぐりのはず。だけどちょっと見えないですけどね、どんぐりには。あ、でもそうなのかな。あ、何箇所かあるんだね。今目視で確認できるだけでも2つあるので、うん、あ、どんぐりなのか。おいらナムナッツにはもうちょっとどんぐりが必要なんだ。もっと探してよ。あ、ちょっと1個あげたらすごい強気に出てきましたね。こっちはね、取ってあげてるのに。まったく。でも結構近くにあるんだからね。取りに行ったらいいのに。まあ、取ってきてあげますけどね。え、ちょっと待って。浮いてない？浮いてない？何？なんで跳ねてんの？あれか？死神か何かか？ブリーチとかね、そこら辺浮いてま、受けますもんね。死神とかアランカルだったら。よいしょ。飛んで、まあでも、ああ、そして外すスタイルね。え、これもし取れたとしてもこうやって落ちちゃうのかな。落ちるとしたら大変だぞ。まあでも、もう一回やってみようかな。うまいことやったら、ね、届くかもしれないんでね。
あ、気づいちゃったけど、今あそこ、この蜂の巣のところから多分降りてジグソーパズル取るんだろうなっていうのを気づきました。でもこの配置的にもうなんか蜂にならしてもらえない気がする、マンボさんに。よいしょ。で、蜂になって住むなら蜂でいけますもんね、全部。それとも、ちょっと苦手な人用に蜂になれるようになってるのかな。いや、まさかここまでの難易度になってるのに、そんなことないか。そんな救済処置ないか。でもなんか今のゲームとかだったらね、結構ありますよね、救済処置というか。一個一個渡すのか。分かってるぞ。分かってるんだよ。6個いるんだろ。待っといてくれよ。持ってくるからよ。よいしょ。で、救済処置とかありますよね。ね、昔だったら初めに難易度設定したら、そこから難易度変えれなかったりとか、クリアした後じゃないと変えれなかったりとかね。また新しくプレイしないと変えれなかったりとかしますけど、今はなんか途中とかで難易度変えれたりとか、細かくなんか難易度を設定できるゲームもあるみたいです。まあ、結構私的には、毎回、ノーマルかハードで大体のゲームはプレイして、で、その後に、ハードっていうか、それ以上の、ハード以上のね、やつをクリア、目指すみたいな感じしてますね。これはやっぱこう取るしかないよな。こう取って、あ、ずれたな。ずれたけど、多分あそこに飛び移るんだろうな。まあでも、生き残りましたからね。いいでしょう。よいしょ。まあ、春とか夏にね、結構いろいろやっといて、秋と冬にやってたことが実っていくって感じなんですかね。まあ、お花のやつと、あと多分どんぐりをあげたらジグソーパズルもらえるのかな。そうなるとあと1個とかかな。よいしょ。あと人情があと1体どこにいるか全く見当がつかない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もう手慣れたもんですね、こういうのは。よいしょ。でもどんどん鬼畜になっていったらもうやばかったけど、よかったっすね、この何回もここ行き来してるけど。よいしょ。どんどん春夏秋冬と、冬が分かんないけどね。まあでも楽になっていってるから。あと2個かな。え、実は家の中にあるんじゃないの。 ちゃんとなんか冷蔵庫とかいろいろ確認した？いや、音するじゃん。あ、芋虫の音か？芋虫の音か。さすがに家の中ないか。よいしょ。あるじゃん。あるじゃん。こら、ナブナッツ。あるじゃん。どんぐり取り逃してんじゃないぞ。けど、あと1個どこだろう。よいしょ。これを、よいしょ、上げて、もうちょっとどんぐり、あと1個だよね。あと1個どこだろう。あら、あと1個はどこだ。周りのやつは取りましたもんね。貯蔵庫なのかな、あそこ。貯蔵庫じゃないか。あ、でもリスの家か。あそこも1個あって、家の中に1個あって、そこ2個でしょ？で、そっちの、まあ、橋というか、の奥に1個あったでしょ？あるわ。あるわ、あそこに。なんだ？どうするこれは。これはカズイじゃないと多分滑るでしょ。カズイでも滑るんだったら困る。いや、なんてとこにいるんだよ。あれかな、逃げ出したのかな。逃げ出してね、届かない場所にいたのかな。さすがどんぐりはこれで十分。さあ、これをどうぞ。また春に会おうね。
まあどうなんでしょうね、まだ合うのかな。これで7個ですね。よいしょ、よいし、せい。タイミングが難しい。ターンターンターン、2回パンってやった後に長いターンターンターンが来る。これだ。 OK、 よし、いいぞ。あ、これで冬ステージが解放ですね。冬ステージ、一応そうですね、春夏秋冬だったら冬が一番好きかな。なんかどっかで説明っていうか話したかもしんないけど、はい、青虫あげるよ。あれ？あ、あげれた。あげれないのかと思った。よいしょ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 。なんか青虫が心なしかね、でっかくなってる気がする。あれかな、あの、極限円まで伸ばした状態で投げてんの。2個余ったけど、いらないよ。しかも青虫後ろにいるじゃん。でかくなったなぁ。マッサンありがとう。エアリーはもうすぐ大人になります。じゃあおやすみ。寝るんか、また。いや、可愛いですけどね。可愛いですけどね、ちゃんとね。あの、ありがとうって言ってくれるしね。よいしょ。でもすごいでかくなったな。青虫だけでこんなでかくなる。よいしょ。いびきはあのね、大人っぽいですね。あー、いいね、これもうだんだん楽になってる、このあー、もう楽ですね、もう完全に楽ですね。よいしょ。青虫めっちゃいるけど、あの、持ち越せんのかな。ちょっと使ってこれだけ取っとくか。よいしょ。ここはでもまたどうせ何もないとかじゃないの？何もないですね。ここはじゃあ、季節はあれかな、ここだけ巡らないのかな。秋なのに結構、あ、でもこれ落ち葉か。冬になったらちゃんと冬っぽくなってんのかな。あまり違いが感じられないですね。よいしょ。あとあれですね、花の上のジグソーパズルを取りに行かないといけない。あ、閉めたって感じですね。あの蜂の巣の上にちょうど降りれたらラッキー。よし、行けました。で、この蜂の巣からそのまま下に降りたいかな。ちょっと見えないな。見えないけど、多分ちょうど真下だと思うんですね。あー、来ましたね。行けました。これで8個目。てかもう、フィールド内にあるのはあと1個だけっていうことになりますね。これ8にならなくていいのかな。よいしょ。 OK、 あ、 OK じゃない。OK じゃない、後ろから来てた。よいしょ。あ、ここはダメージ食らうでしょ。だから、でも一応あれですね、マンボのところに行けるようになって。いや、本当にやばい。自覚じゃない、あれっすよ。やばいっすよ。本当にやばいっすよ。4回もここに落ちてますもん。なんでこった。話しながらだからかな。あ、これまたあれっすね。変身させてくれない？落ち葉いっぱいで、マンボ忙しいね。今日は呪文なしね。あ、やっぱ無理なんですね。じゃあここに行ける意味だよ。なんだかんだ音符もね、78個も溜まってる。熱っ。まったく。いや、まさか4回も当たるとは思わなかったな。よいしょ。イエーイ。冬でも今4回当たってるってことはね、冬になったら多分冬は当たらないでしょ。当たらないと願いたい。よいしょ。で、多分今のところ解決できてないのが、まあ、卵を羽化させた卵のヒナと、ヒナだけかな。あとはまあ、尋常ですよね。ってことは多分その、
それをクリアしたら多分もらえるのかな。また青虫要求されるのかな。なんか今余分に 3匹か4匹持ってますけどね。とりあえずこれで冬のステージ行ったらいいのかな。虫は復活してないですね。この下何かある？ないな。よし、じゃあ普通に行きますか。おー、な、久しぶりいた。あれですね、名前忘れたけど、何だったかな、冬のステージにいた氷くんたちですね。痛い。よいしょ。おお。でも食らった数の方が多いかよいしょ。滑るなあ。でもこれやっぱ季節ごとだから、季節ごとにね、そのステージの特色があるから滑りますね。雪の面はやっぱ滑るな。滑るの大変だぞ。あ、この地面、普通に地面のとこは滑らなくて、雪の上はちょっと滑るみたいな。よいしょ。滑るとこでの戦いは難しいな。もう一体いたよね。これも倒しとこうかな。おー、草が、ハエトリソウが、しぼんじゃってんのかな。なんか顔も何もなくなっちゃってる。そしてあいつまた来やがったかな。あいつでも倒す手段って飛んでる時だけですよね多分。え、これどうやって飛んの。取れなくなってる。あーっと危ない。痛いし危ないし。よいしょよし、ここ届くかな。あ、届いた。よっしゃ、金の羽はありがたい。あ、飛べるようになってる。それはすごいありがたいし、あれですね、ラクダで水をやってたあの花まで枯れちゃってますね。いやー、冬すごいな。よいしょ。冬ってね、交通面とかそういうのを考えるとね、その大変なんですけども、結構景色とかいいですね。あー、グランチルダのスイッチがあったぞ。あれはやっときたいな。ここでこう。よっしゃー。オッケー。もうね、彼らの倒し方は分かってますよ。なんて名前ですか、ね、サースラッシュだったかな。サースラッシュ。はじめはスノーマンだと思ってた。え、高くない？どうやって飛んだそこ。よいしょ。まあ、とりあえず、こういうグランチルダさんは、押したから。で、冬だからね、蜂いませんね。蜂もいないんで楽ですね。よいしょ。あ、これビーバーさんに会いに行けなくなりましたね。なるほどね。よいしょ。ビーバーさん元気してるかな。あ、別に戦う必要はないけど喧嘩を売られたならやるしかないのか。まあでもね、見逃してやろう。え、ちょっと待って、蜂の巣が、あー、蜂の巣が壊れてますね。かわいそうに。バンジョーのせいで、一人ぼっちになっちゃって。しかも巣までなくなっちゃうなんて。かわいそうだな。よいしょ。よいしょ。何気に普通にここに登っちゃったけど。こっちでよかったのかな。よいしょ。できれば飛んだ状態にしたかったけど、一回降りちゃうとね、羽が解除されちゃうので。よいしょよいしょよいしょ。危ない。滑るんだよな。滑るのだけが大変だな。あ、家が完成してるんじゃないか。落ちた。まあでも落ちてももうこの羽があるからもう自由ですよ。もうこのステージはクリアしたも同然ですね。よいしょ。あれ、
あれ引っかかってる、引っかかって引っかかってましたね。見えないぞ、見えない、よいしょ。これで家よりは上に来たかな、行きましたね。危ない危ない、危ないぞ。やばいやばいやばいぞ、また落ちる何回も同じことを繰り返すっていう、まあね、ちょっとふざけすぎましたね。よし、真剣にやろう。まあでも家の前の蜂蜜をちょっと取らせてもらいますね。その後はまあ羽は解除されちゃうんで徒歩で行きましょうか。落ちちゃったな。これ中入れるのかな。あ、入れないのか。中ちょっと見たかったですね。なんでか完成されていく家誰が作ったのか。よいしょ、よーし、さっきはよくも落としてくれたな。よし、あ、これなんだかんだ冬が割と鬼畜かもしれない。滑りますね、これ。滑りますね、うん、滑るな。もう今あえてっていうか、もう諦めて落ちましたけどもう飛んでいきましょう、飛んでいきましょう、その方がいいよいしょ。まあ いけんことはないと思うんですけどね。ちょっと結構落ちちゃう気がするんでね。この地味にこの間空いてたりとかして多分落ちるんじゃないかな。あ、ここにも飛ぶ場所あるね。よいしょ。あ、割れるんだ。割れるってことは入れる？入れるね、入りましたね。入ったけど、なんだろうここ。あ、あれ、こいつらの巣か。リスさんの巣じゃないかな。リスさんの巣だったらここにどんぐりめちゃくちゃあるぞ。リスさんどんぐりいっぱいあったぞ、ここに。これで冬しのげますね。あ、いっぱいあるじゃん、いいね。家の上だからやっぱリスさんの家かな、ここ。リスさんがね、これで冬越せますね。これ届くかな、よいしょ。あれ、ちょっと待って、私のジャンプが粗末なだけか。よし、いけた。これなんかする、え、なにこれこれなんだ、これはなんだ、これは別に関係ないやつ。よし、じゃあ一旦無視するよ。ハニカムゲットしましたね。一旦無視していいかな。次来るとき羽で来ないといけないからちょっと大変だけど。これまたごめんねリスさん、ちょっといっぱい割っちゃってるけど。グーグー、むしゃむしゃ、どんぐりグーグーだって。かわいいですね。相変わらずでもいびきはみんな結構ね可愛くないですけど卵と羽、あ、金色の羽はありがたいな。あ、さっきのなんか光ってたやつ、これと同じような感じかな。なんかライトみたいな感じなのかな。これちなみにここから行けるのかな。あ、ここから行けないんだ、窓からしか侵入できないと。 OK です、わかりました。あ、なんか飛ばしてこようとしてるな落ちる、落ちるぞ。よいしょ。ちょっとごめんね、リスさん。年がら年中割っちゃってるけど。よいしょ。ね、全部の季節に割っちゃってる。よいしょ。卵だけかな、ここ。卵だけっぽいっすね。よいしょ。上は？何もなしかな。はい、じゃあ行きましょうか。
よし、じゃあ、なんだっけ、卵のヒナのところに。おお、今、ちらっと見えたけど。で、なんだここの緑色は。てか、ここはそんなに楽になってない。おお、いけた。いけたぞ。会いに来たぞ。おお、かっこよくなったな。私はついに大人のわしへと成長した。見よ、大空に舞い上がる私の姿を。おお、かっこよくなったな。すごいでかくなったし。で、ちょっとお腹がでかいか。今までいろいろありがとう、クマさん。これはお礼です。ああ、ちゃんと敬語使えるのいい、いい鳥でしたね。これで、ジクソー9個なんで、あと神城さえ、見つけれれば、それでも、完璧クリアですね。よいしょ。まあ、音符は、しょうがないけど。よいしょ。よいしょ。危ない。危ないよ。危ないよ。落ちるよ。滑るよ。超滑るよ。めっちゃ滑る。あれ？ここあれか？季節の影響を受けないエリアですね。ここ。季節の影響を全然受けてない。でもな、あと神城だけですね。音符と神城だけなんで、音符はまあまあ、後で回収するんですけど、神城どこだ？落ちるー、落ちるまあ、2ダメージだけなんでね。全然いい方でしょう。そういえば、冬になったらマンボさんどうなってんのかな？ところどころに飛ぶやつがある理由が気になる。うわ、うわ、封印されたぞ。マンボさん、あ、今ヘルプって聞こえた。え、マンボさん？あれ、マンボさん？ちょっと変わり果ててしまった。マンボさん。残念だな。マンボは今頃南の島で。また春にでも来いよ。そうか、ごめんなちょっと HP をね、回復したいんですよ。体力回復です。 OK、 よいしょ。これで、おーっと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 、羽がちょっと減ったから羽を取りましょうか。あれ、あと登れた、登れた影が見えづらくてなかなか登れなかった。よし、じゃあこれね、今ね、ここに入る前に、神城のヘルプって声が聞こえたんですよね。あ、聞こえましたね。あー、見えた見えた。見えたぞ。この上だな。この上は、よいしょ。これじゃいけない？これじゃいけない？あ、いけたいけた。よし。やったー。クリアしたー。見えない見えないです。見えない見えない番長見えないなあ、これも凍ってるから大丈夫なんだ。あ、でもこれで、おっと、邪魔されたぞ。あ、今のうちに逃げよう。おお、よっしゃ。これでね、グランチルダのスイッチも押したし、完全にクリアかな。本譜以外はね、いいですね。やったー。よいしょ。じゃあまあ外出て、よいしょ、君たちのこのステージで、あ、そういうことですね。あれだけ取れるなら取ってみようかな。グランチェルダのね、スイッチを押したらあそこに出てきたんですよね。出てきたけど、飛ぶ場所ないっすよね、多分。よいしょ。いた。
痛い。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、わかったぞ。わかりました。わかりました。マンボに蜂にしてもらってから出るんだ。わかりました。出る前に気づけばよかった。じゃあ蜂にして、あれだけ取ったら終わろうかな。いや、すごいステージですね。私がね、落ちすぎたのも理由の一つですけど。ちょっとよいしょ、ここで倒しておこうか。ここはまあ、ここを登れたら早い。ここを登れたら早い。よいしょ、ちょっと右にそれて登る。ここだけなんか変なカットが入るな。よいしょ。あ、音符間違えて取っちゃった。別にいいけど。よいしょ。でもこのステージ、この2つのステージだ、2つっていうかこのステージだけか。このステージ、4つのステージか。春、夏、秋、冬のステージが、1個になってる。カチコチの森かな。これだけでね、もう2時間近くやってる。落ちすぎたのも原因ですけど、原因ありますけどね。ちょっとのんびりやりすぎましたね。でもなんだかんだ1回も死んでないのかな。あんだけ落ちててね、1回も死んでない気がする。死んでたかな。死んでたかもしれないです。まあまあね、死んでないと思っていきましょうか。多分蜂のままいけるんじゃないかな。よいしょ。マンボウすごいですね。人じゃないけど、クマを蜂に変えて、この状態のはね、毎回思いますけどね、カズイどうなってんだろうなっていう。カズイごとこうなってるのかな。あ、でもやっぱ出れましたね。そういうことだ。そういうことだろう。よいしょ。もう一回かな。よし。見えないぞ。画面が見えないぞ。下に降りたい。よし。取れました。これでもう完全に、クリアですね。カッチコッチな森。これでクリアいたしました。で、まだね、次回の、次回ね、どこで、次はどこの場所でやるのかなっていうのを探してから、まあ次回の動画撮りたいと思いますんで、まあカッチコッチの森、まあ結構後半になると思うんでね、あと何ステージあるのか、まあ一回探してみて、見てみたいと思います。はい。では、今回ね、この動画で、まあ2部構成ですね、カッチコッチの森。まあ他の面でもね、途中で、切り上げて、二部構成にしたやつありますけど、この面はね、完全に5つ目、ジグソーパズル5つ目のところでカットしてたので、カットというかね、動画をもう一本出してたので、完全な二部構成みたいな感じですね。はい。じゃあ、今回もご視聴ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。